12月12日、ラブシオくんたちは82日目、アンズちゃんは、47日目、譲渡会がおとといになるんだね。2日経ちました。もうすっかり前の状態に戻っています。ちょっと待ってね、これ先に片付けないとね。はい、はい、じゃあオープンします。はい、分かったよ。僕邪魔くるの分かったよ。ラブくん首を取れちゃってる。あれ本当？うん。本当だ。引っ掛けたね。昨日もいっぱい暴れてたもんね。ラブくん。うん。ラブくん首輪がないと黒ひょうみたいだね。かっこいいね。はい。
ザボちゃん。怒られたのに楽しそうだね。うん。なんで？全然気にしてないね。しゅんくん、あんなとこで一人遊んでますね。またのぼちゃん。ラブちゃん、ラブちゃんダメだよ。ラブちゃん。いつかしゅんくん、あ、よくも食べちゃう。そうだ、シュシュちょっと買いに行かなきゃね。愛してされてくれません？シュくん、シュくん、ジャン君、ポンちゃん、日向ぼっこしてるの？気持ちよさそうだね。ポンちゃんまだ日が当たってないんですよ。もうそこ当たんなくなっちゃってるのかな。ポンちゃんソファーが好きなんだよね。
はい、ご飯どうぞ。しおんくんご飯来たよ。はい、どうぞ。ご飯が来るとなぜかなぜなぜなぜご飯が嬉しくてなでて欲しくなっちゃうのかな。はい、行っといで。ご飯行っといで。おとなしくご飯を待つようになってきたね。